今回の話はママからお小遣いをもらえない葵。葵はメルカリで動物を合体する薬を売ることに。しかし家に遊びに来た新道寺に薬がかかってしまい、葵ちゃんと合体してしまった。果たして2人はどうなってしまうのか。この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をしてね。それでは本編スタート。ママー、カルどうしたの？ねえママ、ねえねえ、お小遣いちょうだい。え、もう昨日あげたばっかりじゃないの。あれじゃ足りないの。ねえ、もうちょっとだけ、本当にちょっとだけだから。何に使うか聞くわ。一応フラスコの予備が。はい、ダメ。はい、ダメ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 、じゃあホルマリンと。あ、ダメダメダメ。じゃあすり鉢、すり鉢も割っちゃったからダメ。でも必要なんですけど。何言ってんの、あんたアルバイトもやってるでしょ。でも青は今月はアルバイトにあんまり入ってないのでした。うん、知らないわよそんなの。何のためにアルバイト許可してると思ってるの。なんか社会貢献とか。そうね、お勉強とかね、そういう意味で。だからください。あげません。こんなに頼んでるのにケチだな。何がケチよ。じゃあしんちゃんのパパにお願いする。それもダメよ、そのうちに迷惑かけちゃダメよ。だってママがお小遣いくれないからだよ。この話はもう終わり。ママお買い物行ってくるからね。まだ話終わってないのに。ママ行っちゃった。なんだよ、ちょっとくらいくれたっていいのにさ。どうしようかな。あ、いいこと思いついた。どうこうしてられない。ラボに一旦行くぞ。よし、作戦決行だ。こんなに優秀で新薬の開発に勤しんでるんだから、せっかくだからネットのみんなに青の薬を買ってもらおう。そうしよう。どこで売ろうかな。やっぱメルカリがいいかな。ほいっと。よし、じゃあ青い薬局、あなたのお望み通りの薬作ります。はい、オッケー。よーし、これで注文を来るのを待つぞ。さーて、最近この辺片付けてなかったからな。ちょっと片付けとくか。あ、これも出しっぱなしだ。わ、これこんなところに。あー、危ないな。ちゃんとしまわないと。もう、誰しまわないの。お、もしかして、もう注文が来たの？なになに？動物を合体させる薬を作ってほしいです。動物を合体させる薬か。何に使うんだろう。まあいいや、こんなの簡単簡単。動物を合体させる薬は、確かこの辺の薬と、あとは、あ、これこれ、これを調合して、よし！できたー！イエーイ！よーし、今日は葵ちゃんと一緒に遊ぼうっと。どうせ暇でしょ。葵ちゃん何してるのかな？ゴロゴロしてんじゃね？あおいちゃん遊ぼう。おーい、あおいちゃん。あれ、あおいちゃんのママもいないのかな。まあいいや、入っちゃおう。お邪魔しまーす。どこだ。あおいちゃんいると思うけどな。研究室かな。ちょ、下降りてみるか。よし、じゃあ早速発送するぞ。確か放送しあったかな。うわー、いってぇ。で、なんだ、どうなってんだ。頭痛いし、最悪なんだけど。で、どうなってんだ。葵ちゃんの声がするけどな。あれ
しんちゃんの声が聞こえるのにしんちゃんがいない。おいしんちゃんどこ。うるさい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 、めっちゃうるさいめっちゃうるさい。どこにいんの。テーブルの前にいるけど。俺のテーブルの前にいるけど。ええ、もうしんちゃんふざけないでよ。葵ちゃんの部屋行くわ。じゃあもう2階行くわ。来たよ葵ちゃんの部屋。あーもう来たよ。え、どこにもいないんだけど。ねえドッキリ、これつまんないんだけど。は、待って、え合体してるじゃん葵ちゃんと。なにこれ、待って、もしかして、え、なになになにしたの葵ちゃん。あー、ない、動物を合体させる薬がない。え、待って待って、動かないで動かないで動かないで、何勝手に動いてんだおい。え、どこ行っちゃったの。もうない、なくなってるっていうことは、もしかして、どうしよう。え、どういうこと。もうしんちゃんのせいだよ。俺意味がわかんないんだけど、俺葵ちゃん家に遊びに来ただけなのに。しんちゃんが青にぶつかったせいで。え、ぶつかっただけでこうなったってこと。青はね、動物を合体させる薬を持ってたの。いえ、え、もしかしてその薬かかったってこと。ああそうだよ、お前がぶつかってきたから。なんてもの作ってんだよ。お小遣いの足しにしようと思ってメルカリで売ろうと思ってたのに。ああお前絶対それを運営から消されるぞ。お前やめとけ。どうす、すればこれ治るのこれ。え、なんか時間が経ったら治るとか。知らないよそんなの。知らないってどういうことだよおい。だってこの薬はもう解除する前提で作ってなかったから。そういうこと。困るよこんなの。おー、どうしてくれんのさ。あ、やべ、待って、ちょっと待って、ちょっと待って。何、トイレ行きたい。え、こんな時に何言ってんの。いや、マジちょっとトイレ行かないで行かないで、もう絶対に行かないで。だってもう怖いもん、半分になってるんでしょ。どうなってるか分かんないじゃん。え、どうなってんだろう。いや見ないで見ないで、もう絶対に行かないで。やべ行きたい。え、ちょ待って葵ちゃん、もうトイレに行きたいの俺は。いやもう トイレ絶対行かないで、怖くて。やだ、やめろって。匂いは共有じゃないの。仕方ない、葵ちゃん、もう覚悟してくれ、頼む。待って、よしうぅ、最悪だよ。間に合った。あー、なんか変な感覚だ、最悪。おい、見るんじゃねえよ下を。どうなってんのかな。やめない、でも最悪しんちゃん。すっきりした。あー、よかった。いや間に合った。間に合ったじゃねえよお前。待って、なんで拭かないの。え、で拭けよ。よしよしよし、はい、ペペペペペ。違う、おしっこしたのに拭かねえのかって言ってんの。何を拭くの。はぁ、信じられないんですけど、この人もう一生トイレ行かないで。でもどうしよう、このままだと二人で一緒に遊べないよ。まあ、ある意味一緒に遊んでるみたいなもんか。でもなんか前もあったね、前どうやって解除したっけ、二人合体した時忘れちゃったな。はあ、なんか騒いでたらお腹空いちゃったな。お腹空いた。いや、あるじゃんここに、それ食べろよそれ。パンの気分じゃないの。あ、そうだ、最近花丸通りに新しいお店がオープンしたんだった、行ってみようっと。おい、待って、おい勝手に行くなって。どこ行くんだよ。おい、おい待って葵ちゃん、引っ張らないで。おい、ちょっと、急がないで、早い。あ、あったー、これだー、ゆーまつやー。あ、でもこれだったらいいかも、俺もちょっと食べたいかも。よし、牛丼食べるぞー。よし、食べよう。いらっしゃいましたー。いらっしゃいましたー。どこ座るの、これ。カウンターでいいかなー。カウンターか、オッケー、ここね。よいしょっと。よいしょ。あ、そうだ、食券買わなきゃいけなかったんだ。あ、そうなん、食券どこに、あの食券は。食券入り口のところに、ここ。
どうしようかな。何食べよう。うわ、美味しそう。チーズ牛丼。いいな。俺、なんかあっさりしたのがあっさりしたの。キムタマ牛丼と。あ、いやいやいや、ない。え、キムタマ牛丼だけでいいじゃん。高菜明太マヨスペシャル牛丼と。いや、頼みすぎだって。食えねえって、そんなに。あ、あと、ウロポン牛丼にしよう。おい、やめろ、やめろ、やめろ、おい、バカ。味噌汁を、豚汁にして。まあ、とりあえず、このくらいにしといて。よし、足りなかったらまた注文すればいいか。頼みすぎだって。すみません。おい。じゃあ食券出してください。はい、お願いします。おいおいお前、どんだけ頼んでんだよ。おい、お腹空いてるんで早めにお願いしますね。ちょっと多すぎなんですけど。でも売り上げに貢献してるのでVIPでお願いします。おー、まあ確かに。かしこまりました。だもん、食べれんのかよ。楽しみだな。お待たせしましたらもう。やったー、いっぱい来たぞ。食べすぎだろこれは。食べるぞ。いただきます。おいしい。おい、食べるの早い。おい、早い早い。やばいやばいって。わー、これもおいしいし。わー、これもおいしいな。うわー、キムチの味が最高。豚汁おいしい。すみません、豚汁あと10杯くらいおかわりしたいんですけど。本当に？寸胴で持ってきてもらっていいですか？かしこまりましたらもう。あ、やめろって。葵ちゃん、これ誰が払うのこれ。なんか左側のポッケに入ってたお財布から出した。あ、ふざけんな、俺のじゃねえかよ。あ、これもこれもおいしいな。ぬよ、おいちゃん。もうちょっと、しーちゃん邪魔しないでよ。今ご飯食べてるんだから。うわー、この納豆めかぶ牛丼もおいしい。ふー、お腹いっぱいだ。いっぱい食べた。あー、死ぬって。食べすぎだって、葵ちゃん。はあ、でもな、ちょっと小腹空いてきたかな。ふざけんなよ、もうダメダメダメ。無理無理、お腹いっぱいだよ。うえー、わあ、汚ね。もうやめろやめろって。もう動かないで。なんでだよ、わがまま言わないでよ。あ、ほらもう暗くなったよ。もう葵ちゃん、もう帰んないと。OK、じゃあ帰ろう。うん、帰ろう。え、ちょいちょいちょい、オレンジ、オレンジ、オレンジ、こっち、オレンジ、こっち、オレンジ、こっち、こっち。ねえ、なになに、なにしてんの。違うって。なにしてんの、なにしてんの。帰るんだよ。いや、オレンジ、オレンジ、こっち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 。なんでしんちゃんちなの。アホんちでしょ。一旦止まるちょ、一旦止まって、待って。なに。本当にお願いがあるんだけどさ、俺、今日、絶対にやりたいゲームがあんの。家帰って。知らないよ、そんなの。いいじゃん。お願い、お願い。は家に帰ってご飯を食べる予定なの。こんだけ食って。じゃあちょっと待って、俺の誠意を見せるね。行くよ。うん、お願いします。おい、なんで青まで土下座してんだ。おかしいだろ。お願いします。ねえ、やめて。もう牛末屋のさ、前でさ土下座する人になってるからやめて。やだやだ、ゲームしたー。ゲームしたわかった、ゲームしたい。やめてよ。分かった、しんちゃんちね。はい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 、もう帰りましょう。はい、帰りましょう。じゃあ、じゃあ、レンジね。帰ろう帰ろう。あー、もう最悪だよ。ただいま。ママ、ただいま帰ったよ。あら、お帰りなさい。どうしたの、その過去。そうだよね、その反応が普通だよね。え、葵ちゃん、しんちゃんが全部悪かった。いいから、ほら、ママに挨拶しとけよ。こんにちは。こんばんはな。こんばんは。いやー、なんかさ、葵ちゃんが変な薬作って合体しちゃったんだよ。青が売ろうとしてた薬を持ってるのに、しんちゃんがぶつかってきた
ゃうでしょ。違法なんだよそれ、やっちゃいけねえんだよ。薬とか売るな、バカかお前。あらあら、そういうことね。まあ、葵ちゃんがお嫁さんに来たみたいでいいわね。よくねえよ。なんでしーちゃんなの、俺が喋って、俺が喋って、俺が喋ってんの。おい、ほら、ほらしーちゃん黙って。はい。もう、なんとかしてください。戻り方がわかんないんです。そうねー。あ、ブラックジャック先生に明日頼んでみたらどう？直してくれる先生がいるの？ブラックジャック先生。だから俺が喋ってんだって、ね、おい、ふざけんな。喋ってろ。おい、静かにしてよ。そんな。しんちゃん。あ、痛い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 。はい、じゃあお願いします。じゃあ明日呼ぶから、じゃあ今日は泊まるの？泊まるっていうか、まあ俺の家だし、ここ。じゃあ葵ちゃんゆっくりしてって。はい、しんちゃん宿題しなさいね。あ、はい、わかりました。もういいか、とりあえず部屋、部屋行こう、部屋。あー、よし、あ、疲れた。なんかどっと疲れたんだけど、なんか疲れすぎてゲームする気もなくなってきちゃったな。はあ、もう寝よう。あ、ダメだよ葵ちゃん、お風呂入んないと。お風呂は、あ、何言ってんだ、お風呂なんて入るわけないだろ。臭いと思ったらお前風呂入ってねえな絶対。もう案はない、1週間に1回しか入らないって決めてんだよ。おいおい、ベッド行くな、ベッド行くな、その汚い格好で。よしよし、やめろやめろやめろ。おい、風呂って、風呂行かないと。青は日曜日はみそぎの日って決めてるから、日曜日以外は風呂に入らないよ。いや、ダメダメダメ、絶対強制的に行きます。はい、いや無理です、やめて。お風呂、お風呂、お風呂、しんちゃんの。おい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 、おい、ざけんな。ブラジルの人聞こえますか？バカ、くぅー、よし風呂だ。おやめろ、よし、よし、よし、疲れた、もうバカかお前。どんだけ風呂入りたくねえんだよ。おやすみなさい。寝るなって、とりあえず脱がないと葵ちゃん。おー、寝るなって。やっと風呂入るだけだ。なんか変な感じだ。バスタオル、この胸のところまでやってんの、これ邪魔なんだけど。はぁ、お前バカじゃねえのか、この変態。どうせないじゃん、大丈夫だって。何が大丈夫なの、気持ち悪いな。もう行くぞ、ほら風呂に。うん、絶対に嫌、嫌だ。行くぞこの野郎。助けて、変態です、よしよしよし、この人変態、変態。最悪だ、この変態に青が汚されてしまうなんて。何が変態だよ、ふざけんな。半分だけ風呂入ってくれたらいいのにな。やだよ、いや、そう、バカ、もう風呂行くぞ、ほら。半分だけ入ってくれないかな。半分だけ、おいおい、バカ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 、なんで、もうやめて。おい、青だけは、あ、でもほら、葵ちゃんだけ入ってる、ほら、こうしたら。おい、だだだだだだだ、風呂入ったし、出るか。おい、早い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 、終わり終わり、早すぎだろ。おい、バカバカバカ、お前着替えないと、着替えないと、お前このまま寝る気バカバカじゃん、お前。いや、もう風呂も終わったことだし、寝るか。おい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 、おやすみなさい。おい、行くなって。しんちゃん部屋はここですね。はい、よし、もうね、もうおしまい、もうおしまい。はい、無理無理無理、とりあえず着替え、とりあえず着替え、着替えよ。着替えない、着替えない、もういい、着替える、無理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 、めんどくさい、めんどくさい、風邪ひく、風邪ひく、めんどくさい、めんどくさい、もう着替えます、着替えます。無理やり脱がしたり着せたり、めんどくせえな。なんだよそれ、俺が襲ってるみたいになるからやめて。襲ってるじゃん。襲ってねえよ。よっしゃ、よし、着替えた。あー、疲れた。もうなんか疲れちゃった、最悪だよ本当に。とりあえず寝よう。あー、疲れた。あー、おやすみなさい。もうやめて、寝相が、寝相が、おい動くなって。寝づらいな。あー、でこっちが、俺こっち、腕こっち派なんだよちょっと。いや、やば、やめて。無理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 、寝れねえよ。青、横向きじゃないと寝れないんだから、やめてよ、最悪。もうなんか重たい。あ、どこだここ。あ、
しんちゃんの家か。なんかお腹空いてきちゃったな。なんか食べ物はないかな。厨房行ってみるか。厨房はこっちだ。冷蔵庫でも遊ってみるか。うわすごい、いっぱい入ってる。でもこれは青じゃなくてしんちゃんが食べちゃったのですから、青のせいじゃないからね。じゃあこれとこれとこれ食べよっかな。おー、おいしそう。なんだこれ、見たことない食べ物がいっぱい。いただきまーす。はー、おいしい。なんだこれ、すごいな。貴族は毎日こんなもの食べてるのか。お、なんかこっちにも美味しそうなのある。うわー、いただきまーす。美味しいなあ、やっぱお腹空いてると眠れないんだよね。とっかく行き絶最高。うわーすごい、このクロワッサンもサクサクで美味しい。はあ、なんか思ったより食べ物なかったな。きっといつも買い出しに行ってるんだろうな。まあいっか、寝るか。はあ、よいしょっと。はあ。はあ、なんだこれ。おやすみなさい。あ、大阪も。なんかなんか胃もたれしてる感じがする。葵ちゃん起きた？起きてる葵ちゃん。これもいい。起きろって。おい、何なんだ。朝なった。朝どこだここ。どこだここ、俺んちだよ俺んち。朝チューンしたんだよ朝チューン。そっか、しんちゃんと合体してたのか。あ、そろそろあれじゃない、ブラックジャック先生来るんじゃない。来てるかなぁ。葵ちゃん、行ってみよう。行くよ。ちょっと動いて、ちゃんと自分の足で。はぁ、もう疲れちゃった。歩いて、ちゃんと、もう早く元に戻んないかなぁ。あ、あの人じゃない、ブラックジャック先生ですか。あ、そうだ、話は聞いているぞ。あ、よかった。もう、なんかもう、このクソ幼馴染と合体しちゃって、これ。ああ、もう離れたいんですよ。お母様から費用はいただいている。もう早速、手術を始めよう。あ、お願いします。お願い。もう、ついでにこの幼馴染の頭もちょっと、どうにかしてください。こいつ頭。こいつの頭も手術してください。いや、こいつ、胃袋がおかしいんで、こいつ、なんか胃もちっちゃくしてほしいな。さあ、早く。あ、はい、わかりました、わかりました。手術。お願いします。お願いします。この青いのはどうでもいいんで、僕だけ絶対助けてください。この赤いのは髪の毛をハゲにしといてください。ふざけんな。麻酔を打つぞ。はい、では手術を始める。手術は成功だ。すごい。おお。あれ、おかしい。ハゲになってない。口数減ってないっすよこれ。まあその費用は別途だからな。できるんだ一応。では私はこれで。あ、はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。よし、はあ、やっとこいつと離れられてせいせいするぜ。こっちのセリフだよ。離れられてせいぜいするぜ。せいぜいするぜ。ハッピー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 。うるさこいつ。ハッピー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 。お坊ちゃま、お坊ちゃま。あ、なん、どうした長谷川。なんか厨房の食材がすべてなくなっているんですけど。え？心当たりは。え、ま、ってことは今日ご飯は？今日はもう作れなそうですね。調味料もないし。あれだね。あ、帰るわ。じゃあね。あれ？葵ちゃん？あ、待って葵ちゃん。葵ちゃん帰っちゃったんだけど。お坊ちゃん。何？あれほど食べてはいけないと言ったですよ。いや、俺つまみ食いしてない。俺じゃないよ。あなたしかいません。いや、違うって俺じゃないのに。お坊ちゃん。ご飯は3日間抜きです。どんなー。